古よりさまざまな文化と融合し続けてきた大阪。その中心地とも呼べる難波はネギ畑が広がっていた。将来ここが大阪の重要な起点となることを見据えた現在の南海電鉄が、日本初の純民間資本による鉄道の始発駅難波駅を建設したところから歴史は始まる。1888年にレンガ造りの2代目駅舎が完成。当時流行であったシンメトリックなデザインが採用された。線路は堺まで延伸。1911年には斬新な洋風建築の六角堂の建物とともに、全線電化に備えた三代目の駅舎へと姿を変える。1932年現在にも面影を残す四代目駅舎が完成。高島屋大阪店も開業し、南海ビルは大阪南の新名所となる。1950年にはおよそ半世紀にわたり南海ホークスの本拠地として親しまれた大阪球場が完成。高度経済成長期に突入した1970年代、乗客数の大幅増加により駅舎の改良計画が急務となり、2階部分にあったホームを3階へと移動させる大掛かりな改修工事が進められた。1980年代には難波シティ、ロケット広場などのさまざまな名所とともに、大阪ミナミの顔としてふさわしいターミナルビルに生まれ変わる。そして1990年以降、関西国際空港の開港に伴い空港特急ラピートを運行開始、南海サウスタワーホテル大阪がオープン。大阪球場は難波パークスへと生まれ変わり、ビジネス観光の拠点として名実ともに大阪の玄関口へと成長を遂げる。ネギ畑が広がる大地に南海難波駅ができておよそ130年、形を変えながらも常に歴史を作ってきた難波駅、それはこの先も変わらない。難波駅から未来を牽引する。